こんにちは、つれづれママです。いつもありがとうございます。このチャンネルでは私が読んだ本を元にしながら、人生のこと、命のこと、はたまた宇宙や自然のことなど、いろいろお話ししてみたいと思います。毎日の生活にちょっと疲れたとき、自分が今何をすべきか悩んだとき、あなたの生きるヒントになれば嬉しいです。それでは最後までお付き合いください。以前、 最強に面白い無という本でさまざまなゼロについてお話しました。科学が苦手な私がその本でゼロについて興味を持つことができました。そして今度は同じシリーズで時間についての本が図書館にありました。もちろん即借りてきました。最強に面白い時間時間。生きている以上は 生まれてからずっと時間と関わりながら生きています。楽しい時は時間がすぐに経つように思うし、しんどいことをやっている時には早く時間が過ぎればいいのにと思ったりします。時間は早くなったり遅くなったりするのでしょうか今回も大変興味深い話がたくさん載っていましたのでご紹介したいと思います。 まず時間の正体について見てみましょう。古代ギリシャの哲学者アリストテレスは物事の変化の数が時間であると考えました。アリストテレスにとっての時間は運動や変化が起きて初めて認識できるものでした。古代の人々は天体の動きによって時の流れを把握しました。天体の動きは、 一年の長さも教えてくれました。古代エジプトの人々はシリウスが夜明け直前に東の地平線に登る時を一年の始まりと決めていました。また一日を昼と夜に分け、それぞれを12個に区切って一時間の長さを決めていました。そのため季節によって一時間の長さが変わりました。 イタリアの科学者ガリレオ・ガリレイは、ピサの大聖堂の天井から吊るされたランプの揺れを見て、揺れが大きい時の往復時間と、揺れが小さくなった時の往復時間が同じで約2秒ということを発見しました。これを利用して作られた振り子時計によって、1時間はいつも一定の長さで刻まれるようになりました。 17世紀になると、ニュートンが絶対時間と呼ばれる時間の概念を唱えました。この考えにより、宇宙のすべてが等しく時を刻み続けるとしました。ニュートンはこの考えを基本とし、ニュートン力学を確立したのです。1905年、アインシュタインは時間と空間の理論である、 特殊相対性理論を発表しました。この理論は、運動するものの時間は遅れる。運動の速度が光の速さに近づくほど時間の進み方が遅くなり、光の速さに達すると時間は止まるというものです。これにより、ニュートンの絶対時間は否定されました。さらに、一般相対性理論では、 重力が強い場所ほど時間の進み方が遅くなることを明らかにしました。しかし、ニュートン力学にも相対性理論にも説明できない謎が残っています。それは過去と未来に関する謎です。時間の向きを区別しないために、時間のどちらが過去で、どちらが未来なのかがわからないんです。 私たちにとっては過去と未来を区別することは簡単です。例えばコーヒーとミルクを混ぜるとミルクコーヒーになるという流れは逆戻りしません。このように時間的に逆戻りしない過程を不可逆過程と言います。そしてこのような時間の一方向性を時間の矢と呼んでいます。しかしニュートン力学でも相対性理論でも 時間には決まった方向などないということになっています。ならばなぜ時間の矢が現れるのでしょうか ?19 世紀にボルツマンという物理学者がいました。彼は粒子の散らばり具合に注目し、エントロピーと名付けました。例えば、ミルクやコーヒーは粒子が散らばっていない状態。 これをエントロピーが低い状態と言います。ミルクコーヒーにするとミルクとコーヒーの粒子が散らばり合うのでエントロピーが高くなります。このエントロピーこそが時間の矢の原因だと考えたんです。なぜならエントロピーは時間とともに増えていくからです。これをエントロピー増大の法則と言います。この法則は宇宙でも成り立つそうです。 アインシュタインは宇宙の始まりはミクロの一点であり、誕生後から膨張していると言いました。この宇宙の始まりは同時に時間の始まりでもあるというのが現在の標準的な宇宙論です。一方、宇宙が誕生する前にも時間が流れていたという仮説もあります。今日の物理学では 時間も空間も連続的なものだとみなしています。また、時間は滑らかに流れるのではなく、コマ送りのように流れると考えられています。このように、現在様々な仮説が立てられていますが、時間の正体についてまだ解明されていないことがたくさんあります。時間といえば、タイムマシン。 では次にタイムマシンについて見ていきましょう。アインシュタインは光の速度に近い速度で進むほど時間の流れが遅くなることを明らかにしました。宇宙からの放射線が大気にぶつかるとミューオンという素粒子が発生します。これは100万分の2秒ほどしか寿命がなく地上まで到達することはできないはずです。しかしミューオンは 光の速度に近い速さで進むため、時間の流れが遅くなって寿命が伸びます。そのため、地上へ到達することができるんです。まさにミュウオンは未来へタイムトラベルしたと言えるのです。光の速度に限りなく近づけば、時間の流れが止まるという状況に近づくものの、時間が完全に止まることはありません。なぜなら、 光の速度に近づくほど物体は重くなっていき加速させることが困難になるからですそのため物体は光の速度に達することができないんです重力の強い天体のそばほど時間の流れは遅くなりますその代表がブラックホールですブラックホールに近づくほど時間の進み方が遅くなり ブラックホールの表面では時間の流れが完全に止まってしまうんです。そのため次のようなことが起こります。宇宙船でブラックホールのそばにしばらく滞在してから地球に戻ります。すると地球が100年経過しているのに対し、宇宙船の中では3年しか経っていない。このような状況で未来へ行くことが可能になるのです。 科学の大前提に因果律というものがありますこれはあらゆる現象には時間的に先んじて原因があるというものです過去へタイムトラベルすると結果である未来が原因となる過去に影響を及ぼすことができることになり因果律が崩れかねませんそのため多くの科学者が 過去へのタイムトラベルの可能性に否定的な見方をしているようです。そんな中、アメリカの物理学者、ヒュー・エバレットは、世界は無数に分かれていて、パラレルワールドが存在すると考えました。その考えによれば、タイムトラベラーが過去に戻って歴史を変えた場合、そのタイムトラベラーは元の未来とは違う。 歴史の世界ににることになります。そのためタイムトラベラーが過去の歴史を変えたとしても元の未来は存在するので矛盾はしないという考えですまた同じくアメリカの物理学者キップソーンはワームホールを使えば理論的には過去へのタイムトラベルが可能になるかもしれないと考えました ワームホールは離れて存在する空間に浮かぶ球状の2つの穴のことです。映画インターステラにも登場していましたね。例えば宇宙船がワームホールの出入り口の片方に入ると次の瞬間宇宙船はもう一方の出入り口から出てきます。ワームホールの2つの穴のうち一方を高速で動かすと 相対性理論の効果で、外から見ると時間差が生じます。これを利用すればタイムトラベルが実現するのです。さらに1991年、リチャード・ゴッドが宇宙紐という物体を利用したタイムトラベル理論を発表しました。宇宙紐とは、幅が原子核より小さい紐状のものです。 無限の長さを持つか閉じたループになって光の速度に近い速さで宇宙を漂っています宇宙紐は強い重力で周囲の時空を歪ませますこの時空の歪みが過去へのタイムトラベルを可能にするというのですただしこの宇宙紐が実在するかどうかはまだわかっていませんこのように タイムマシンを作るための様々な仮説が立てられています。映画バックトゥータフューチャーでは主人公が過去に行ってそこで活動するたびに未来が少しずつ変わっていくというシーンがありましたよね。ドラえもんのどこでもドアはワームホールと同じ考え方でできているのかもしれません。この本にはありませんでしたがすでにタイムマシンは出来上がっている。 という話も聞いたことがあります。本当かどうかはわかりません。あなたはタイムマシンが使えたらどの世界に行ってみたいですかさて、誰でも楽しい時には時間が短く、つまらないときには長く感じたことがあると思います。時計を見るなど時間経過に注意を向ける機会が多いほど、 時間を長く感じる傾向にあるようです。恐怖を感じた時には時間を長く感じます。新しい体験が少なくなったり、日常の細かい部分に注意を向けなくなったりすると時間は短く感じられます。また目覚めて間もない時のように、体の代謝が活発でない時、時間は短く感じられます。つまり大人は 日々に慣れて新しい体験が減り、子供よりも代謝が落ちているので、一年が短く感じられるということです。心臓の鼓動感覚や寿命など、動物の生理的な時間は体重が重いほど長いそうです。例えば、象はネズミの約18倍も生理的時間が長く、 ある意味、ゆったりとした時間の中を生きていると言えるでしょう。生理的時間はエネルギーの消費とも関係していると言われます。体重が増えるに従って、体重 1kg あたりのエネルギーの消費量は減っていきます。エネルギーの消費が激しいほど、生理的時間は短くなります。脳内で五感の情報を処理するのに時間がかかります。 そのため目の前の光景として認識している今は実は少しだけ過去の出来事です私たちの意識は先に進む本当の現在の自分を常に追いかけているのです私たちが光音触覚を認識するのにかかる時間は全て異なりますただし同じ出来事に由来する音と光の場合は 脳が同じ出来事として捉えるので、光と音のタイミングが合わせられたものが私たちの意識に上ります。また、光や音を認識するのにかかる時間は環境によっても変わります。例えば、暗い環境では明るい環境よりも光の変化を認識するまでに時間がかかります。そこで脳は昼よりも夜の時間を大きくずらすことで、 タイミングのズレを修正しているのです。私たちには体内時計があります。これは一日のリズムを生み出す仕組みのことです。人の体内時計の周期は平均で約24時間12分だとされています。体内時計は全身の細胞それぞれにあります。それを抹消時計と言います。両目の奥にある脳の部位には 全身の抹消時計の時刻合わせを行う中枢神経があります。現代の生活では目から入る光の刺激によって中枢時計がずれることがあります。例えば現代ではほとんどの人が持っていると言われているスマホですが夜寝る前に見ると体内時計の遅れにつながり体の不調をもたらすこともあります。海外に行ったり 海外から帰ってきたりした時、時差ボケになることがあります。時差ボケは体内時計の時刻と外部環境の時刻がずれた時に起こります。光や食事時間でリセットすることができます。体内時計は遺伝子が関わっているようです。現代の環境は体内時計が崩れやすい環境だと思います。自分で意識して体内時計を正常に働かせるような 規則正しい生活を送ることが大切ですね。それでは最後に、暦と時間の関係を見てみましょう。私たちは1年を365日、1日を24時間、1時間を60分、1分を60秒と決めて生活しています。しかしこれは計算しやすいように、 便宜上設けられた数字です。正確には地球の1年は365.2422日です。そこで私たちが現在使っているグレゴリオ歴では4年に1度ウルード氏を入れ400年に3回ウルード氏を入れるのをやめることでほぼ地球の1年と同じにしています。 一年の長さは100年間に0.53秒ほど短くなっています。地球は太陽の周りを楕円軌道を描いて回っていますが、厳密には地球の軌道は楕円軌道から少しずつ円軌道に近づき、太陽からの平均距離が短くなっているのです。このため地球が太陽を一周する時間が短くなり、 一年の長さがだんだん短くなっているのです。一日の長さも正確には日によって違います。これも地球の公転軌道に関係しています。そこで太陽が空を移動する速度を一年間で平均して一日の長さを同じになるようにしています。かつて 1>, 1秒の長さは、1日の86,400分の1とされていましたが、20世紀の中頃までに、地球の自転速度が月の引力の影響で遅くなっていることが分かりました。そこで、原子時計が現在の1秒の基準となっています。現在の1秒は、セシウム原子が吸収・放出する電波が91億9,263万、 1770回振動するのにかかる時間とされています。以上、時間をいろいろな視点から見てみました。私たちの生活には時間がなくてはならない存在になっています。しかも、当然あるべきものであり、いちいちその存在を意識せずに過ごしています。しかし、その実態は大変複雑で、謎も多いものです。 それを手に取って確認することもできないし、意識的に元に戻したり、先に進めたりすることもできません。この本を読み、時間というものがさらに大きな存在に思えてきました。時間の研究がさらに進み、簡単に時間旅行ができるときがやってくるのでしょうか。とっても楽しみです。時間に少しでも興味を持ってくださった方は、いいねを押してくださいね。 温かいコメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回をお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。